旧日本軍の慰安婦問題などを話し合う局長級協議で、日本が韓国に対し、ソウルの日本大使館前に設置されている慰安婦を象徴する少女像と、米国の慰安婦の石踏みの撤去を求めたことが30日、分かった。日本は慰安婦被害者が納得できる解決策を要求する韓国に対し、韓国も問題解決に向け努力する必要があるとの趣旨から、こうした措置を促したという。 複数の韓国政府筋が伝えた。両国は27日、ソウルで5回目の局長級協議を行った。吉田証言を伝えた記事を取り消した朝日新聞のご放送堂以降、日本の安倍晋三首相や政界は、日本の立場を国際社会に発信し、名誉を回復すべきという主張を展開しており、少女像と慰安婦の石踏みの撤去も、こうした動きの一環とみられる。 日本の要求に対し、少女像と慰安婦の石踏みは、日本が慰安婦問題を解決していないため、民間が自主的に設置したものであり、政府が関与する問題ではないとの姿勢を示したという。日本は、局長級協議で、過去の慰安婦問題関連措置を強調しているという。1965年の韓日請求権協定で、法的な問題は解決済みだが、 同義的な観点から河野洋平官房長官談話を発表し、アジア女性基金を通じて償い金を支給し、首相の手紙を渡したことなどを指摘。こうした措置を取ったにもかかわらず、韓国は再び解決策を要求しているとして、韓国の政権が交代するとまた解決策を要求するのでないかとの主張をしているという。これに対し韓国は日本が 最終的な解決策をまとめるよう促しているという。ネットユーザーの反応、ウィーン条約違反、慰安婦像は即時撤去すべし、米政府の慰安婦問題調査で奴隷化の証拠発見されず、大使館の前にこんなことしちゃだめだよね。反日なら何でも許されるって、お国柄なんとかしないとさ。今、まさに、反日のために国が倒れそうになってんじゃん。 条約違反の売春不増の撤去は当然だが、撤去したからといって、ご褒美をあげちゃダメよ。やっと金。まあ、良い動きだ。どんどん行けよ。韓国が反発して首脳会談できない状態を永遠に続けよう。韓国大使館の前に、雷大犯の像を立ててやればいい。ディスカウントジャパンのロビー活動で、バンクや市民団体に資金を供給してたのは韓国政府。 民間が自主的に設置したものであり、政府が関与する問題ではないだなんてよく言えるよな。しかも、少女像と慰安婦の石踏みは、日本が慰安婦問題を解決していないためと責任転嫁してやがる。民間だろうが、韓国政府が作ろうが、日本を嘘で貶としめる慰安婦像がある限り、日本が韓国を許すわけない。最終的な解決策って、日韓基本条約で終わってんだよ。 日本軍がやったことより、ソ連軍や米軍のやったことの方が何倍もえげつない。韓国軍の行為は輪をかけてひどい。